満点いいもの発見隊今泉さんです。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。このコーナーでは全国のいいものの作り手とスタジオを結んで商品とそのストーリーをご紹介しています。今日お取り寄せしたのはこちらです。鳥取県からスナプリン6個セット税込み3100円です。プリン専属シェフが一つ一つ作り安心の素材で提供しているこだわりのプリンです。でこちらのプリンですね、はい、プリンと一緒に食べやすく長くなっている、はい、スプーンとそれから砂と書かれた小さな袋がついてくるんですね、はい、でまずは、2人とも一緒に何もかけずに、はい、そのまま、うん、はい、一口ちょっと食べてみてください、はい、面白い。いただきます。いただきます。あ、かわいいね、ラベルもこうラクダになってる。本当だ、かわいい。いただきます。あ、ビーツも入ってる。もうスプーンいただけばわかる、滑らかなの。すっごい滑らか。ちょっとこれ止まらなくなりそう、ね、全部食べちゃう。食べても美味しいんですが、本当だ、美味しい、うん、美味しいんですが、この先です。なぜ砂があるのか、はい、それはかけるため、はい、ということで、うん、その袋に入った砂をちょっとかけてからもう一回食べてみてください。今、はい、袋の端をちょっと切ってあるので、はい、面白い。砂をかけますね、はい、よし。全部はかけないでちょっとって感じですね、はい、ちょっとで、はい、砂をかけてから食べてくださいっていうセリフは初めて聞きました、ね、私も初めて聞きました。じゃあ千川さんから、はい、いただきます。かかってますよ。カラメルだ。そうなんです。あ、おいしい。今いい音が聞こえてきました、隣から。ジャリジャリしてジャリジャリするんですよ。すごい新しい感覚のプリンだ、うん、これ本当だ、おいしい。味はカラメル、うん、でジャリジャリした食感が、うん、これが砂を表現してるんですか。です、面白いし、おいしい。かけると一段と美味しくなりますよね、はい、ということでこの面白いスナプリンを作っているのは、鳥取県鳥取市のトットプリンです。有名な鳥取砂丘の近くでさまざまなプリンを販売する専門店です。今この短い文章の中でトットを4回言いましたね。、はい、で今日は河村良二さんとリモートでつながっています。河村さん、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。河村さん、もうアイデアもすごく面白いし、何、美味しいですね。詳しく教えてください、この商品。ありがとうございます。当店の砂プリンはですね、プリンの底によくある液体の苦いカラメルを、うん、オリジナルで粉末のカラメルにしておりまして、そちらを滑らかなプリンと合わせてこうジャリッとした食感を楽しんでいただきながら、本来のプリンを味わっていただけるような新感覚のプリンとなっております。ね、まさに新感覚、はい、プリン食べてジャリッとしたことないじゃないですか。ない、今まで、はい、本当に面白いですよね、はい、この、ね、食感も面白いですし、うん、プレゼントにもしたいぐらいなんですけれども、うん、材料にもこだわってらっしゃるんですか。ありがとうございます。使っている、粉末のカラメルはですね、非常に湿気に弱い性質があるんですけれども、うん、そちらをですね、なんとかですね、オープン前2週間前に完成したんですけれども、うん、オリジナルのレシピで、持たせて、湿気がないような状態で召し上がっていただけるような状態の素材になっております。また素材自体も鳥取県産のものを使っていたりと、そういった形でですね、地元の、プリンを味わっていただけるようなものになっております。おいしい。なんか卵もこう選んだものを使い分けたりしてるんですよね。あ、そうですね、この粉末のカラメルに合うような卵を、使わせていただいております。はい、美味しいですね、これね。なんかクレームブリュレを彷彿とさせるような、そうだね、このパリパリシャリシャリ、確かに、クレームブリュレの焦げたところみたいなジャリジャリ感もなくもないですね、うん、はい、すごく美味しい。でもこの面白い発想のスナプリン、名前もすごいですけれども、一体どうしてこの商品ができたんでしょうか。はい、当店、プリン専門店トットプリンが鳥取砂丘から50本のところにある本当に目の前にあるような専門店となっておりまして、そこで何か名物が出せないかなと思って、何かこう考えていた時に、この砂の、イメージにした粉末のカラメルを作ってみてはどうかなと思って、それを試行錯誤して、できたような形のプリンになって、まあ、すぐそばに鳥取砂丘があるから、はい、だからパッケージがラクダなんですよ。うん、砂丘ですね、砂丘というのはラクダ、はいはいはい、ことか、いるんですよね、砂丘が、ね、鳥取砂丘のところってね、はい、うんうん、でも私もちょっとね、まだ鳥取砂丘実は行ったことなくて、私もない。行ったらぜひこのお店寄ってみたいと思います、ね、はい、はい、では最後に商品作りに対する思いを教えてください。あ、はい、あ、どうぞ、はいはい、あ、じゃあ商品作りに対する思いを教えてください。
はい、当店のプリン専門店は、鳥取砂丘の本当に入り口にあるので、やっぱりその鳥取の素材の良さっていうところを、前面にこう、感じていただけるようなプリン作りというところを目指しています。また、プリンの専門店としてやっぱり当店に来ることで、自分の好きなプリンに出会えるようなそんなお店になりたいなというふうに思っていますので、そういったなんかこうプリンをたくさん生み出していけたらなというふうに思っております。川村さん、今日お忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日ご紹介したスナプリン6個セットは Amazon 日本ストアで購入できます。 ATV ホームページ満点いいもの発見隊のページから簡単に商品ページにアクセスできます。またこのコーナーでは毎月5名様に Amazon ギフトカード1万円分をプレゼントします。詳しくは ATV ホームページ満点いいもの発見隊をご覧ください。これまでに紹介した商品の情報も掲載しています。これからもいいものをどんどん紹介していきます。お楽しみに。今泉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。